にプレイしていきたいと思います。 7 days to die。 今回は鉄とか作っていきましょうか。夜ですね。なんでこれアイアン、あ、これ3つで鉄1個作れるんだ。そう考えたら結構コストパフォーマンスいいかもね。これは地面に落ちてるアイアンパイルですね。鉄パイプでピッケル直そっか。いいピッケル欲しいな。ピッケル、アイアンフラグメント、そうだね、鉄できましたね。フラグメントは何個でしたっけ。これぐらいかな。違うね、12でいこうかな。12でいこう。で、鉄、あ、もう一個いけるね。12、4、5、6。よし、いいね、いいね。というわけで、これに入れて、木入れちゃった。4。こんな感じかな。OK。鉄も量産できるようになってきましたね。え、蜂蜜？ハニー、ジャーオブハニー。スタミナ40、フルネス10、ハイドレーション、ウェルネス。ゾンビ来てる。アンチテプテッド。そうだ、走り抜けてくれ、頼むから。犬はマジやばいから。犬マジやばいもんね。どうしよっかな。シンダーブロック。夜戦うもんじゃないね。これ、シンダーブロック。シンダー、これだ。ジャベル？グラベル？砂利作るの？砂利は何が作れるの？あ、コンクリートミックスがありますね。コンクリートミックスまだ作ったことないもんね。セメントが必要だって。セメントは？セメント。セメントモールドがある。セメントモールドがある。マジか。セメントモールドなんてあるんだ。ちょっと作ってみよっか。何が必要かわかんないけどね。どうしよっか。鉄パイプ作ってもう一個作ろっか、そろそろリードとかもなんか作ってみたいもんね。あ、俺何やってんだこれ。修理するかなんかなんか修理するか。OKOK。 これでよし。あ、一個上だった。こっちだ、こっち。ゾンビ倒してみる？少ない数だったら倒せると思うんだ。いないかな。いないね。セメント、コンクリートミックスだ。コンクリートミックスで。どうしよっか、でもね。あっちから、フォード来たら本当アウトだから、もっと、内陸側に作ろうか。ん？どこ？なんか、めっちゃ声がするけど、あ、いた。頑張ってクロールしてるわ。そっか、ダメか。そうだ、トラップドア的なやつあったよね。トラップドアじゃないんだ。なんだっけ。
ゾンビが乗れないけど床判定するようなものが欲しいんだよね。あった。そうするか。これどうですか。これ。これ飛び降りてこないかな。そんなバカじゃないかな。シャベル。砂利か。砂利38個もできる。で、このコンクリートの材料は何なんだろうね。どれだっけ、これだ。市販のが。キャパシティ1。セメントグループオブフォージングモード。あ、ストーンって書いてある、ストーンって。9.5。2個で1個作れるんだ。作ってみようか。試し出し。8秒だって。8秒って何だったっけ？なんかあったよな、8秒。まあいいや。それでいいや。ちょっと待って。なんか変な声ですよ。これはもしかして、ほど沸かすやつじゃないのか。違うか。スパイラーゾンビ来てるかなと思った。そんなことはなさそうですね。どっか歩いてるんだよな。見た？よし。あいつの声なんだ。あの変なうめき声みたいなやつ。とコンクリートミックス、セメント。あ、コンクリートミックスできた。すげえ。これどうやって使うの？ん？はい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 、そういうことか。なんか前見た気がする、なんとかフレーム。違うかな。なんか前見た気がするんだよね。セメントで調べてみるか。コンクリート、コンクリートステアーズ。え、コンクリート、ああ、そういうこと。コンクリートミックスからコンクリート作るんだ。なるほどね。ハーフコンクリートブロックもある。あ、これ超頑丈そう。超頑丈そうじゃん、コンクリート。マックスロード90。ハードネス12って。またこいつは泳いでるよ。これはマックスロード、ハードネス4。あ、超うまい。なんで気づいてんだよ俺に。レベル15なった。267。ハードネス4、防御力4ってことで、硬さが4ってことだよね、きっとね。ちょっと他のブロックも作ってみよう。ハードネスがどんなもんか知りたい。これは2。これ一番弱いね。これより弱いね。弱いけど、マスっていうのが何なのかな。 HP かな。これメイクリップ、どうにかなんないかな。コンクリートか。じゃあ、あっちに、あの、畑のあるところに、バリの頂上みたいな、ガーって伸ばしましょうか。材質は、コンクリート。
コンクリートで。そうだね。ボルトを作ろう。ボルトを作って、朝なったね。っていうことは、この死んだブロック的なやつ、なんて読むのかわかんないけど、あれ集めに行かないといけないですね。それか、もしくは地下に行ってジャベル、砂利を掘りまくるかということですね。掘ってもいいかな。つか向こう岸行って戦うのはいいんだけど、あれなんだよね、回収できないのが致命的だよね。敵から絶対いろんなアイテム落ちてると思うんだけど、あ、HP 回復してないじゃん。こうやって元気がでやるか。出血してないし、死んだ時のこと考えないとね。もうそろそろ応戦しに行けなかったもんね、さっき。これは結構危険だわ。というわけで、どうしよっか。鉄からもう一個あれ作って、なんだっけ、フォージュアイアン作って、クロスボウもう一本作っときましょう。で、死んだ時のためにクロスボウを作りましょう。あれ、どうなる。クロスボウ作っとけばね、大抵のもんを倒せるんで。大抵のもんを倒せるんで、クロスボウ作っときましょう。ね、これでいいや。レザーとかも向こうが入れとこうかな。この建物ダメだな、もう。これは放棄だ。実験棟だ。ああ、羽いっぱいあるな。これじゃね、入れたかったのは。入れたかったのはこれじゃないんだよ。レーザー。こっちも鉄あるね。とりあえずちゃんとした拠点作ろうか。そうしましょう。ちゃんとした拠点作りましょう。どうしよっかな。どうしよっかな。動画として拠点作るのってどうなんでしょうね。まあ、いっか。そのまま上げていくか。どうなるかわかんないけど。できてるね。できてるから、入れとこう。どっかに、ここから開けとけば届くかな。何これ。矢を半分とクロスボウ1本入れときましょう。これだけあればもう耐えられるんで。しこでコンクリートの材料集めでもしようかな。とりあえず、まあ今回ここで一旦また切らせてもらいます。次回はどうしましょう。コンクリートの材料を集めた、ここに適当にどれぐらいの規模の何を作るか考えるかしないといけないですね。今回死んでしまったので もう無理に生き延びようというすること必要なくなったんで、ちょっと気楽にプレイできるかもしれないです。いろいろ実験しながらプレイしたいですよね、もうね。前は7日までで、できる実験の量も限られてたんですけど、今回はゾンビと戯れながらの実験的なのをやっていきたいですね。
他の方のサバイバルにも利用できるかもしれないような内容なので、そういう感じで、なんかいろいろ考えていきたいと思います。どうかしらまた次の動画からもお楽しみください。ありがとうございました。セシカでした。